それではこの後はですね、表彰選手のインタビューに移らせていただきたいと思います。今しばらくお待ちください。さてここからは受賞した選手にインタビューをさせていただきたいと思います。まずは最優秀選手賞受賞の鈴木圭一郎選手をお呼びしたいと思います。どうぞ皆様ステージ上にご注目ください。鈴木圭一郎選手どうぞステージ上にお願いいたします。皆様大きな拍手でお迎えください。どうぞ椅子の横にお願いいたします。まずは圭一郎選手、皆様に簡単に一言いただけますか。はい、皆様ご参加ありがとうございます。浜松の記念の時に、MVP 取りますとは言ったもののちょっと目標が大きすぎたかなっていう、はい、のもあって、まあでも言ったからにはちゃんとしっかり MVP を取れるような走りをしなきゃいけないなと思って、去年はレースしていきました。まさに有言実行だったということですね。そうですね、有言実行できて、とても嬉しいです。わかりました。ではですね、ここから先かけさせながら進めさせていただきたいと思います。どうぞ圭一郎選手お座りください。そうですか、お客様の前で有言実行といいますか宣言をされた年だったんですね。そうですね、あの浜松の、うん、ゴールデンの時だったとは思うんですけど、はい、はい、ちょっと、はいはい、調子に乗って行ってしまいました。いやでもそれもね、圭一郎選手の魅力かなと思います。さあでは圭一郎選手、2016年一緒に振り返っていきたいんですが、この3つのレース一緒に見ていきましょう。 VTR お願いします。はい、圭一郎選手はなんと SG3 連続優勝ということで、はいはい、これが初の SG 制覇となりました全日本選抜オートレースです。そうですね、まあ、ショーンマフラーだったんですけど、はい、エンジンはすごいいい状態だったので自信はありました。レース自体のことは覚えていらっしゃいますよね。はい、覚えてます。うん、いや青山選手との、ね、デッドヒートというような展開になったんですが、あ、ここですね、はい、ほぼ並んでのゴールでした。はい、そうですね、まあ、このゴールした直後はどっちかなみたいな、自分も分かんなかったんで。さあそしてもう一つが日本選手権オートレース、これも同じく4号車での登場となりました。ちょっとなんかまた同じような展開になってますけれども、はい、はい、この時は仕掛けは少し早めでしたか。この時もそうですね、もうエンジン仕上がってて初日から何も整備してないんですけど、自信あったんでもう先に行っちゃおうかなって感じですね。じゃあかなり手応えのあった説だったということですね、はい、なんと完全部位。そうですね、はい、はい、さあそして3つ目が、大晦日ですね、行われましたスーパースター王座決定戦です。まあ、大晦日なかなかいろいろあったレースではあったんですが、振り返ってみていかがですか。はい、まあ、自己レースになってはしまって、ちょっとあれなんですけど、この時は、トライアルの時から全く自信がなかったですね。今までのその前の SG とかと比べると勝てる気はしなかったです。かなり整備をされていた説だったなという印象もあるんですけれども。そうですね、うん、今までで一番下開催でしたね、うん、まあ、でも優勝という形で締めくくることができていかがですか。はい、まあ、このレース終わって本当の圭一郎イヤーになったので、はい、2016年は、はいはい、すごい嬉しかったですね。いや圭一郎イヤー続きますよ、次期ナンバーワンですね。はい、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ナンバーワン勝負服のデザインは少しずつ考えてますか。もうほぼ終わった感じですね。ちょっとここのだけの話、どんな感じにしたかっていうのは聞いても大丈夫ですか。どんな感じ。まさか金色じゃないですよね。金色に、まあ、金もちょこちょこ入ってます。あ、金もちょこちょこ入れたんですね、はい、あ、じゃあ日差しに生えて。そうですね、はいはい、ちょっと、まあ、自分らしい感じにはなってると思うので、
わかりました。お披露目楽しみにしています。では時間もですね、迫ってまいりました。では最後ご起立いただきまして、まあ、最後中締めの挨拶はあるんですが、簡単に一言皆様にいただけますか。はい、本当にありがとうございます。今日は最後まで楽しんでいってください。はい、はい、ありがとうございました。鈴木圭一郎選手のインタビューでした。ありがとうございました。圭一郎選手のインタビューをお送りしてまいりました。さあでは続いての選手インタビュー移っていきたいと思います。続いては高橋貢選手をお呼びしたいと思います。どうぞ皆様ステージ上にご注目ください。高橋選手の登場です。まずは皆様に簡単に一言お願いいたします。こんにちは。そうですね、久しぶりに、この場に呼んでいただけたので、ちょっと緊張してるんですけれども、皆さんの、こうして近くで顔見れて、ちょっと和んできました。はい、わかりました。では三つぐ選手おかけください。三つぐ選手でも緊張されることあるんですね。はい、ヘルメットかぶれば大丈夫なんです。ヘルメットかぶる、はい、あ、じゃあヘルメットかぶってくれば緊張はしなかったですかね。そうですね。はい、ありがとうございます。さあでは三つぐ選手の VTR を一緒に見ていきたいと思います。 VTR お願いします。サザンカカップ優勝戦スタートを切りました。まずはこれは船橋大田のサザンカカップの VTR です。はい、まあ、1年以上前のレースにはなるんですが、ね、覚えていらっしゃいますよね。この節を含めて、あと 最後の、船橋の最終節のみだったので、まあ、2節しか残ってないので、まあ、両方いい結果を残せればなと思った、はい、まあ、最初の節で、ね、優勝できたのが、なんとも嬉しかったですね。良かったですかね。さあそしてもう一つが浜松の G2 ウィナーズカップの優勝戦です。三津久選手、この時は6号車での登場となっていました。はい、もう着実に追い込んできてという印象だったんですけれども、見たいですね。はい。この G2 ウィナーズカップの前の伊勢崎オートレースから非常に調子が良かったのではないかなと。そうですね、はい、まあ、この前が確か選手権ですかね、はい、浜松の選手権だったと思うんですけれども、はい、まあ、秋口からだいぶ車の感じが良くなってきて、うん、はい、まあ、さらにここで、もう一つ上の動きが出るようになったっていうのは覚えてますね。まあ、そしてここからなんと三菅選手連勝記録となりました。はい、なかなかこういったチャンスもないので、まあ、普段以上に、まあ、10連勝できればなという気持ちは持ってましたけれども、はい、まあ、その中には、ね、グレードレースを含めた完全優勝もあったんですが、はい、本当三菅選手こう若手選手の活躍もあるんですが、三菅選手の活躍も本当に目立った年だったなと私は印象あるんですが、そうですね、はい、だいぶ、まあ、今回、最優勝の圭一郎君、はい、それから、まあね、周平なんかもね、かなり、力をつけて、はい、もう完全に若手の主導になってたので、この辺で、まあ、そのままですね、流されるような感じだと、はい、まあ、業界面白くないので、もう一つ、はい、ベテランの力を、示す、盛り上げる、られればなと思ったのが、まあ、うまい具合にちょうど結果につながったという感じですね。じゃあその若手選手の活躍が三津久選手にさらにこう刺激になったと考えてもいいですかね。そうです、はい、分かりました。まあね、昨日までレジェンドカップでベテラン選手たちの走りがあったんですが、はいはい、引き続き三津久選手の走りも楽しみにしております。はい、そうですね、はい、頑張らなきゃいけないですね。はい、はい、さあではですね、お客様一言いただきたいと思います。ご起立いただきまして、簡単に皆様に一言お願いいたします。はい、2017年もですね、去年以上に、皆さんに、喜んでいただけるレース、たくさんしていこうと思います。昨日もそうなんですけれども、大変、お客さんいると
走る方もだいぶ燃えるので、ぜひご来場いただいて、大きい声で声援を送っていただければ、その声援に見合ったレースをできるように頑張りますので、今年も1年よろしくお願いします。今日はありがとうございました。高橋貢選手でした。おめでとうございました。貢選手の退場となります。大きな拍手でお送りください。本当におめでとうございました。続けてまいりたいと思います。さあ、それでは、ここからはインタビュアーをチェンジということで、私吉原が担当いたします。よろしくお願いいたします。さあ、続きまして青山周平選手の登場です。拍手お願いします。さあ、それでは青山選手もまずはファンの皆さんに一言ご挨拶をお願いします。はい、皆さんこんにちは、本日はご来場ありがとうございます。短い時間ではございますが、楽しんでください。青山選手、今ね、寒暖中でね、結構食器の音とかが、はい、響き渡ってるので、はい、もうちょっと張りましょうかね、はい、声を、はい、ではお座りください、はい、せっかくねお話しいただきますから、青山選手、まずは、2016年、はい、振り返られた印象としてはどうでしたか。そうですね、はい、自分がデビューしてから、一番充実した年だったと思います。充実していた、はい、楽しかったですか。そうですね、はい、うん、苦しいこともあったけども、はい、トータルで見ると、そうですね、いろんなことありましたが、はい、うん、はい、よかったかなという感じですね。わかりました、はいはい、さあ、それではこの時間はですね、オールスターオートレース、はいはい、こちらを振り返っていきたいと思います。 VTR お願いします。はい、飯塚オートレースで行われたオールスターです。このレースに関しましては青山さん、はい、完璧ではなかったですか。そうですね、はい、準決勝まで、あ、厳しいなと思ってなんとか優勝できたものの、はい、優勝戦は厳しいし、後半ペースが落ちる傾向が強かったんで、はい、ちょっとレース直前に整備したら、それがいい方向に来て当たってくれて、はい、すごく余裕を持ってレースができました。はい、ということはレース前試走から手応えが良かったんですか。そうですね、はい、これならばという感じでいけたと。この感触なら、勝負できるところまでいけるかなという感じはしました。うん、後ろは見えませんしビジョンもありませんのでね、はい、分からなかったと思うんですけども、もう音も聞こえずに。そうですね、はいはい、どうでしたか、初めての SG の時との違いというのは、はい、なんか取れちゃったみたいな感じではありました。はい、2回目がですか。2回目が。ああ、そうですか、はいはい、2回目取って何かこう自信が確信に変わったみたいなことはありましたか。特にはないですけど、うん、いつも通りやっていれば、はい、取れるときは取れるんだなっていう感じはしました。そうですか、はいはい、それにしても昨年勝ちまくりましたね。そうですね、85勝でしたっけ。86、はい、85勝、はいですよね、最多勝記録更新、はい、この記録に関してはどうですか。それに関して特別賞ないんですかね含まれてると思います、はい、それぐらいその自分にとっては、85勝もできるなんて思っていなかったので、びっくり してます、はい、142走中85勝なんですよ、はい、計算すると 1.67 走で1勝なんですよ、はい、すごいことですよねこれって。そうですかね、はい、すごいでしょ。エンジンも安定して、はいはい、いたのかなと思います。そうですよね。そしてもう一つお聞きしたいのは、圭一郎選手の存在っていうのが、はい、青山選手にとってはどういう存在になるのかなと。早いし、整備もうまいし、はい、
負けたくないっていうですよね、はい、感じですかね、はい、ナンバーワン取り返したいですね。うん、まあ、ナンバーワンは別にこだわりは特に僕はないので、はい、ほら頑張れって、はい、頑張ります、ね、そうですね、取り返します、はい、ですね、はいはい、あとは伊勢崎がホームになりました。優勝してください、早く。そうですね、はい、それも一つの目標ということでいいですか。そうですね、まあ、うん、はい、なかなか何でか分からないですけど優勝できないですね。不思議ですよね。不思議ですね。巡り合わせでしょうね、おそらく。まあ、はい、できるときはできると思って、はいはい、まあ、今年もさらなる活躍を期待しておりますので、はいはい、では最後にご起立いただいて、はい、ファンの皆さんにご挨拶をお願いします。はい、ちょっと今年に入ってから、思うようにいかないことが多々ありますが、何とか立て直して、昨年以上の結果を残せるように、一生懸命頑張ってまいりますので、今後とも、よろしくお願いいたします。青山周平選手でした。それでは大きな拍手をお願いいたします。今年も間違いなく主役の一人ですからね、ご期待いただきたいと思います。トリになりますね。もちろんあの選手が登場ということになります。よろしいでしょうか。それでは佐藤麻耶選手の登場です。拍手お願いします。大きな拍手をお願いします、ね、スマイルファイターっていうタオルを、ね、持っていただきまして、はい、ありがとうございます、はい、ありがたいですね。さあ、ではまずファンの皆さんに一言お願いします。はい、平日にもかかわらずこんなにたくさんのお客様に来ていただいてありがとうございます。去年は、女子初のグレード制覇ということで、今までは特別賞受賞の時は広報活動とかっていうことで表彰されることが多かったんですけれども、初めてレースの結果で表彰されて、それはすごく自分の中では、うん、私の中ではすごく嬉しいことなので、こうしてお客様にも一緒にお祝いしていただいて本当に幸せだと思います。今日はありがとうございます。はい、本当に価値がありますよね。ではお座りください。失礼します。麻耶選手、髪型変えましたね。はい、4年ぶりに前髪を切りまして、はい、はい、結構前髪切ると子供っぽくなることが多いと思うんですけど、はい、ありがとうございます。可愛いですよね、はい、皆さんね、えほらありがとうございます。お似合いだと思いますよ、はい、はい、ということで髪型もねチェンジされまして、まあ、気持ちも新たにとあると思うんですが、この時間はその初めてグレードレースを勝った川口記念をですね、はい、一緒に振り返っていきたいと思いますので、はい、見ていきましょう。これショーンマフラーでも初めてのグレードレースだったんですよね。そうなんですよね、はい、すごい、まあ、記念すべき日というか、はい、すごくお客さんも遅い時間だったんですけれども、すごいたくさん残っていただいて、そうでしたよね、イベントホールで表彰式したんですけど、はい、あの時間でもうお客さん入りきれないぐらい残ってくださって、溢れ返っていたと聞いてますけど、はい、今でもそのホールの写真を、はい、お客さんだけ写した写真をいただいたんですけれども、はい、たまに見てます。あこんなに残ってくださってたなと思って思い出したりしますね、はい、その時の喜びをね、はい、思い出してまた頑張ろうと、はい、でもこの時の8周回はきつかったんじゃないですか。いや本当に長くて、最後もう気持ちだけだったと思います、はい、もう腕とかもパンパンになってるんじゃないですか。そうですね、多分最後の方は、はい、自分自身に、うん、深呼吸深呼吸みたいな感じで呼吸することをもう意識するぐらいいっぱいでした、はい、もうそれだけでいっぱいっていうぐらい。大変なんですね、8周逃げるというのは、はい、ビジョンは何回ぐらい見たんですかあの時そうですね、はい、ちょいちょい見ました、ちょいちょい見ました周回版も当然何回も見たと思うんですけど、そうです ね、 ね、いつも体内時計的な感じで、はいはいはい、結構パッと見ると、ラスト2周、うん、次青旗だなっていう、あ体感でも感覚で分かるわけですね、はい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 、っていう
ことがすごく多くて、いつも、まあ、もちろん旗もしっかり確認するんですけど、次青旗の時に周回版を見ることが多いですね。あの最初の方はやっぱりまだ見ないので、あのそれがまだ数字が大きかったので、ね、あ長いと思ってまだ半分もあるみたいな感じで、でもね、逃げ切ったわけですよ。でそうなってくると今度はね、まあ、G1 とあとは10周回と。そうなんですよね、あの、まだ上が次、はい、まあ、今日全県日、本当は全県日で、あの明日からの川口にも出場するんですけれども、その次ですね、次節の川口が、はい、開設記念で G1 なんですけど、実は去年おととしと連続優出中のすごく相性のいい開催なんですよね。そうでしたね、そういえば、まあ、でもなかなか優勝戦まで行くことができても、優勝にはかなり遠いレースをしてしまって、まあ、SG でもやっぱりまだ準決勝では大敗っていうことが多いので、まだまだですね。準決のやっぱり壁って感じますか、 SG の。もう本当に SG ぐらいのメンバーになると、その大会によって誰が準決勝まで残ってもおかしくないメンバーなんですよね。確かに、なんでこの人が準決勝乗れたんだろうって思う人がいないわけじゃないですか。もう全員、そのぐらいの、その時の調子によってっていうぐらいの選手しかやっぱり集まってないので、やっぱり準決勝っていうのはまず一つの目標ですよ ね。毎回やっぱり準決勝には最低乗りたいっていう目標で、まあ、多分鈴木圭一郎さんなんかはもちろん優勝戦というよりは優勝を多分狙って大会に挑んでいると思うので、まあそういったところはまだやっぱり自分の実力を考えても少し目標は低いのかもしれないんですけれども、まずはやっぱり、準決勝に乗りたいなと思っていつも、予選走ってます、一歩ずつこう目標をクリアしていくということですよね。ただそういった目標に行くためにもやっぱり刺激は必要だと思うんですが、最近結構あの後輩の成長というのも感じませんか。そうなんですよ、まあ、マスさんはちょっと残念ながら今怪我で、長期休んでるんですけれども、この間同じ、女子戦というか、まあ、女子全員では走れないんですけれども、女子対 SG 覇者っていうことで、あの浜松で、走らせてもらった時も、岡谷さんとか、すごいいい結果を残して、あのタイムもすごい、タイムも早いんですよね。前回の川口でも残念ながら予選は漏れてしまったんですけど、片野さんも 3.390 という大幅にタイムを上げましたから、高タイムで、上がって、もう本当にみんな頑張ってるので、ちょっとこのままじゃやばいなみたいな。いやでもそうあるべきですよね、やっぱり、ね。まあ、でもやっぱり本当にそれはすごく思いますね。私もちょっと女子一人で、やっぱり方向性とかも悩んでる時があったので、そんな時に同じレース場にマスさんが入ってきて、まあ、正直すごい悔しいことがたくさんあって、ありましたよね。もう本当に、まあ、彼女はすごい頑張ってるので、それを認めることももちろんあるんですけど、ただやっぱりはっきり言って悔しいっていう気持ちもすごくあって、まあ、それもあって、彼女の存在があったからこそできたこととかも他にあったりして、それが今回の G2 優勝につながったんじゃないかなとは思ってますね。まあ、今度は33期も、女子おそらく入っていきますから。そうですね、今7人養成所にいるということで、ちょっと怪我しちゃって、あの訓練を休んでる子もいるみたいなんですけど、早く直して、無事に訓練を終えてデビューしてほしいですね。ちょっとオール女子のレースも期待してますので、その時は負けないように、負けたくないですね、先輩の意地を、見せてほしいと思います。さあではちょっとお時間になりましたので、最後にご起立いただいて、ご挨拶をお願いいたします。はい、今日本当は全県日で、明日からの川口開催
走るんですけれども、次節は川口オートでの、G1 開設記念、またその次は山陽オートで G1 プレミアムカップ大きい大会が続くので、明日から一生懸命仕事、整備にレースと一生懸命走りたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。大きな拍手をお願いいたします。佐藤麻耶選手でした。車券も、ね、たくさん買ってください。以上をもちまして選手のインタビューを終了とさせていただきたいと思います。